エイセ・エイシンガはオランダの羊毛素毛業者でアマチュア天文学者である。18世紀にエイセ・エイシンガプラネタリウムと呼ばれる宇宙儀を制作した。ドロンリップにあるエイセ・エイシンガの共造1744年フリースラントのシュートレーワルデンの西にあるドロンリップという小さな町の羊毛素毛業者の家に生まれる。ドロンリップで初等学校に通った後、 父親から養毛業について教えを受け、家業を手伝い働いた。父親と同じく数学や天文学に強い関心を持っていた。英心画は週に一度はフラーネカーへ通って、同業者と共にユークリッド見論を読んだり、幾何学や天文学について学んでいた。英心画は労働の傍ら16歳の時に初めての本を表した。 それは数学についての本で自作の豊富な図解を含め600ページを大きく超えるものであった。また、レーワルデンのビツ生ホプスと知り合い、17歳の時にホプスの金星太陽面通貨観測にも立ち会った。父親同様に趣味で日時形成作を行い、惑星観測を補助する月齢表の作成も行っていた、A、シンガは18歳までにさらに 人形の設計法、天文学の理論、実月食の予報についての本を執筆し、1762年から1800年にかけて発生する日食、月食のすべてを計算して導いた。1768年に24歳で結婚すると、独立して、フラーネカーに居を移し、自らも、羊毛素毛業を営んだ。1774年から1781年に、 かけて、本業や資産次会員としての仕事の傍ら、プラネタリウムの制作に没頭した。1780年代、フラーネカー氏は、愛国党の革命運動の拠点の一つとなったが、1787年に、プロイセンの介入で、オラニエコーが復権し、革命が失敗に終わって、愛国党が迫害されると、資産次会員だった、エイシンガも逃亡を余儀なくされた。 国境付近のドイツの町チスインフルとグローナウに潜伏したエイシンガは3年後危険を犯してフロー人間州とフリースラント州の境に近いフィスブリートへ移ったが捕獲されてレーワールデンの監獄に1年収監されその後襲外追放の処分を受けた1795年フランス革命軍がネーデルラントを占拠しバタビア共和国が成立するとエイシンガはようやく フラーネカーに戻ることができた。その後、1797年にフラーネカーにあった高等学院の評議員に選出され、1802年には再び資産次会員となり、修正その職にあった。1828年に84歳で死去、死後はドロンリップにある実家の墓に葬られた。エイセ、シ心がプラネタリウム1774年に、 太陽系の四つの惑星と月が天空に集まる稀な現象が起こり、それらの天体が衝突して地球に災難が生じるという予測を行うものが現れた。衛星画は1774年から1781年にかけて成功かつ巨大な宇宙儀を振らねけるの自宅に建て衝突が起きないことを街の人々に示した。この建物は 現在も博物館として残され、2011年8月には、ユネスコの世界遺産の暫定リストに登録された。1768年に、ピーチェ・ヤコブスと結婚、二人の間には、長女、長男イエルテ、次男ヤコブスが誕生した。1787年にエイシンガが、逃亡生活に入ると間もなく、ピーチェは亡くなったが、エイシンガは葬儀に戻ることもできなかった。 エイシンガーの死後は、次男ヤコブスとその子孫が、1922年まで、プラネタリウムの管理を続けた。1792年に追放刑を受け、フィスブリートに滞在していた、エイシンガーは、トレーン・チャシッケマと再婚しており、二人の間には、エール家、ヒッチャ、ミン家の三人の娘が生まれた。2006年、プラネタリウム225周年の際に関係者が、 フラーネカーに設置したエイセ・エイシンガの記念碑。2006年、オランダ市のカノンにおいて、オランダの歴史上50の重要事項の一つとして、エイセ・エイシンガが選ばれている。ありがとうございます。